それではゼルダの伝説とトワイライトプリンセス続きやっていこうと思います。ではこのような目的ができましたね。影の領域を潰すには、あの光の使者たちを復活させなきゃいけないと。はい。でそのうちの一人がこの先のフィローネの森に閉じ込められてるみたいなので、それを助けに行くという話ですね。ほら見てみろよ、お前の知ってるフィローネの森はご覧の通りすっかり影の領域さ。もう戻ってこれないかもしれないけど、それでも行くんだな。はい、行きます。ひぃー、ちょ、なんか胃袋がギュッて握られた感じになりそうだね、あんな強く握られちゃう。わー怖えー、フィローネの森。トワプリはなんかやっぱりなんか影の世界を題材としてるだけあって、ちょっと世界観が暗めですよね、ダークな感じ。うーん、これがお前の世界で使っている武器か。縦の装着の仕方が違いますがね、かわいい。あっ、ちょ、頭かすったらどうすんねん。これで奴らが倒せるのかね。めっちゃ睨んどる、リンク。痛い。悪いけどこれいらないからお前が使いな。あ、せっかく集めたのに。まあとにかく約束は約束だからな、信用して手伝ってやるよ。その代わりお前にはあるもの集めてもらうからな。何、今は教えないけど簡単なことだよ。ほらそれより聞こえないか、光を奪われた精霊の嘆きの声が。さて一体どこにいるのでしょう。早く探しに行かないとお前の世界がどうなっても知らないぞ。ほら休んでないで、とっとと進め。いや、フィローネの森行きます。怖え怖え怖いよー、もうダークソウルだよ、ダークソウル。出てこねえか。はい、なに、こんにちは。あ、もしかして産み落とされるか、さっきのやつ。お前は雑魚だからいいわ。私でも倒せる、アクション。あ、ちょっと待って、ちょ、3体も来るとは聞いてないぞ。ちょい待ちや、3対1とは卑怯だぞ。ああ、また囲まれた。ったく、随分なめらだもんだよ。こんな雑魚いちいち相手にしてらんないや。ああ、これぐらい始めなんとかできるだろ。じゃあ頼んだぞ、またな。ちょー、またなじゃない。グンぐん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 、つかみ当たる。ぐん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 、掴みアタック。オッケー。何？めっちゃ振動しよる。え、復活したもしかして。おい、ふざけんなよー。オッケー。いたたたた。やばい、何何？ハードウィズ。あ、ちょっと待って。あ！ちょい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 。あ！やれやれだよって。初めてゲームオーバーになった。やばい、回避を全然してない。リトライします。どこから始まんの。あ、ここからか。はい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 。じゃあまさか復活するとは聞いてなかったんだが。たく、何チンタラやってんだ。あいつら最後に一匹だけ残したあの雄たけび仲間に聞かれてしまうのさ。美容してる間に影の結界を張ってやるから、みんなまとめて閉じ込めて話す。B を押してる間、影の結果を貼ってやる。ほう。なるほど、こういうことね。あ、こういうことか。 OK。 よかった。
はい。はい。これまた同じような武器出てくんのかな。よし、行くぞ。ミドナさん、なあ、精霊さんがいたじゃないか。早くありがたいお話を聞いてこいよ。はい、チェック。気をつけて、この森は変わってしまった。黄昏の刻印が覆う影の領域、トワイライトに。影の領域、あ、へえ。じゃあトワイライトプリンセスって影の領域のお姫様ってことか。なるほど。光の世界の人々は魂となり、影の者たちは魔物どもが救う場所。私は光の精霊、青き目の獣よ。我が光を探して、影の魔物に奪われた光をこの器に。お、器に光を貯めればいいのかな。お、光の器を手に入れた。光の雫を集めるための大切な器。なんかブドウみたいだな。ブドウとか海ブドウとか。この器が光の雫で満たされれば、トワイライトの世界を晴らし、この場所を元の光が溢れる世界へ戻せる。光の雫に取り付く影の虫の姿はセンスで見ることができる。影の領域トワイライトの中では、影の虫は人と同じように姿は見えない。私に残された力で影の虫へと変わった我が光の在りかを示しましょう。はい。おお、1,2,3,4,5,6 7箇所か。じゃあ8箇所だ。はい。影の虫を探して、影の虫は砕け散った我が光にマークが取り付いた姿。はい。じゃあ早速行ってみるぜよ、センスで。あ、いやいや、こいつは。オッケー。よし、ほんほほん。オッケー。オッケー。ずっとセンス状態がいいかもしれないな。あ、ちょっと待って、キラキラさん、ホルさん。あ、ハートか。ハートは大事にしないといかんな。あ、いるんだが。あ、掘ってこっち側に行けんのか。なるほど。よし。こっちの池まだあるもんな。はい、掘る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 。ずっとセンスを研ぎ澄ませといた方がいいな。こっち側にもいますね。こっち。うん、あそこにも入れそうだな。いるよね。あ、なになに、なんだよこの虫、こんなやつ見たことねえぞ。でかすぎるだろ、ありえねえ、気持ち悪い。そこじくんの、早く消えてくれ。あ、痛い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 。はーい。あれ、いきなり死んだ。うわ、なんなんだよ、意味わかんねえ。よし、あの虫外にはもっといたりするのか。嫌だな、しばらく中でじっとしてよっと。あ、これ魂なんだね、なるほど。これお家から出るにはどうするんだ、これ。あ、登れる。来た道を普通に帰ればいいんだな。ちなみにここ森だとどの辺に位置するの。
れ油買ったところか、これ。なんかもう一箇所あるんだよな。油買ったところだね、これね。あ、いた、いたいたいた、お前。お、降りてこい、降りてこい。OK。よし。OK。よし、これでこっち側は全部取った感じかな。じゃあちょっと洞窟の方に戻ろうか。森の神殿参道。よいしょ。で、ここから下に。よし。じゃあ今度はこっち側だよ。暗い。暗い。あれ戻ってきちゃったか。あれで、こっちで、フィローネの森。うん、いや違うよな。あ、こっち側行かなきゃならんよ。そうだよな。お、怖い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 、逃げます逃げます逃げますよ。お、怖い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 。あ、これ行き止まりや。ダメな感じか。ミドナさん、一段とやばそうな雰囲気じゃないか。一応忠告しといてやるけど、あまり向こう見ずに突っ走るなよ。はい、向こう見ずに。なんか足場を頼りにしないとダメなのか。こっち方向にある。1,2,3,4,5,6,7。難しいな、ちょっと一回セーブしとこう。毒で私絶対死んだもん、多分ここ。でもなんか何回かトライアンドエラーでやっていくしかないか。あ、あ、あ、そういうことだ。ほらみの、だからわざわざ忠告してやったのに、こんなの見るかにすぐに取れそうにないじゃないか。さてどうするのかな。ミドナさんの力を借りたいんですけど。治療避けていけそうなところがないか、よく探してみるんだな。あ、ほらそこから当たってみるぞ。はい、ほいほい。おお、ナイス。いるね。
んかな。オッケー。はい、お願いします。ぴょん。お、飛ぶね。怖っ。あ、怖っ。 OK。 OK。 ここにいるはずなの？あ、いて。もうね、これで掘れってこと？あ、いてるね。すばしこいやつめ。オッケー。オッケー。ほう。あと2つだね。よし、チェック。森の神殿。あ、ここキラキラしてたの。裏側か、掘ってみる。お、ルピー、キルピー。あ、鼻のアップ。よし、この辺でいいだろう。で、じゃああと2つだけだね。ミドナのぴょんぴょんジャンプ超楽しいな。なんか操作してて楽しいわ。ここはいないね。あ、はい。ちょっと待って、セーブしとこう。怖っ。怖っ。こいつもあれか、分身するやつか。オッケー。やっぱり。え、待って、あ、やばい、分身する。あ、だよね、最後の1匹の後。はい、いて。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。あ、もう3匹いるのか。クソだよ。はい、ちょ待って。はい、ちょ待って。え、なんで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 、全然。あ、オッケー。あぶなー。よかった。いや、キラキラない。あったあった。ハトハトハト。ハトハト。ありがとうございます。よし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 。戦闘を焦るわ、マジ。アクション基本的に苦手やから。あ、お店屋さんじゃん。鳥がいない。そのアイテムは取れないか。セーブしとこう。まめにセーブ、大事です。はい。よし。あ、どこだよ。もういいよ、虫だよ、虫虫。虫は虫って。懐かしいね、ポケモンの霞ね。あ、これもまた。あ、痛い。よし、OK。なんかプルプルしてんだけど、お前は誰だ。あ、猿か、あの時の。助かったの。ボスがおかしくなってから化け物だらけで怖いわ。村の子供たちが連れ去られるのも見ちゃったし、森の様子がおかしい。一体どうなっちゃったの。まず二人を。OK。よし、全部集めたぞ。光の器が雫で満たされ、この地に光を取り戻した。おお、戻った。穏やか。そっか、やっぱり光の世界の時はミドナはこの見た目になっちゃうのか。ああ、居心地よかったのに。全く光の世界は何がいいんだろう。くくく。
またな。あまり長くいられないのかな、この光の満ちた世界には。何なんだこの何事にも形容しがたいフォルム。私の名はフィローネ。そう、フィローネ。ハイラルに集う光の精霊の一人であり、神々の命によりこの森を守りしも勇猛なる若者、光の人々が魂となる影の領域トワイライトで、あなたは青き目の獣と化した。しかしそれは兆し、あなたの中に眠る神に選ばれし者の力の目覚めの兆しだったのです。見るのです、目覚めしその姿を。あ、戻ってる。あ、いつものリンクさんじゃん。身にまといし緑の衣はかつて神に選ばれし古の勇者のもの。いつものリンクさん、それがあなたの持つ本当の力。あなたの名はリンク、神に選ばれし勇者。ドンドンドン。勇者リンクよ。この森の奥にある神殿には黒き力が眠っています。ついに神殿編来るな。それは古代に我ら光の精霊によって封じ込められた禁断の力。本来それは光の世界の者たちが決して触れてはならぬ。しかし影の王よりこの世界を救うにはその力が必要となるでしょう。もしあなたがその力を望むなら、この森の奥にある神殿に向かいなさい。戻ったー。またワンちゃんになったりすんのかな。でもなんか影の世界になったらワンちゃんになるのか。で、また光の雫を集めて、死者を復活させて元に戻ってみたいな、その繰り返しのような気がするな。あ、ミドナ。お前が勇者だからあんな獣になったんだってよ。残念だな。みんなと同じように何も知らずに永遠に魂としてさまよってた方が本当は幸せだったかもな。で、どうする、神殿に向かうのか。ちょうどいいや、私もその神殿に用があるのさ。なあお前、仲間を助けたいんやろ。もしかしてその神殿の中で助けを求めてるかもしれないぞ。まあせいぜい頑張りな、神に選ばれし勇者さん。またな。よし、ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておこうかなと思います。じゃあ次回ついに森の神殿編ですか、やっていきましょうか。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。